はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、以前僕の動画でもお世話になりました左馬さんに訪れております。今日ですね、なぜ来たかと言いますと、こちらの左馬さん、今年のですね4月の1日からラーメンのメニューを一新するということで、それがねめちゃくちゃうまそうなんですよ。なのでですね、本日はそちらの一新されるラーメン4種類ですね、すべていただきつつ、合わせて一品物やご飯物も食べていこうと思います。で、多分ですね、僕の動画だけでなくマックスさんの動画でもこちらの新メニューのね動画が出ると思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ありがとうございます。いただきます。味玉醤油ラーメンです。ありがとうございます。ということで、本日ですね1杯目いただきますセットが到着いたしました。早速ですね、こちらの出来立てをいただきたいと思います。ちょっとこちらのね、ひとまずラーメンからいただきます。はぁ、うまいっすね。ちょっと待って、このラーメンスープもうまいけど、これ別でいただきました。これ返しのね、全く入ってないスープですね。あー、出汁出てる。ちょっとこれ麺いっちゃいましょうか。あ、上品、うん、まっ。ご飯物も行きましょう。これ醤油ラーメンということで、セットにこちらのチャーハンを。いやー、うまい。左馬さんはお酒なんかも提供してまして、つまみにもなるような一品物も多数あるんだけど、このねやっぱ優しいし、こうじんわりね広がるラーメン、もちろん普通に一杯こうランチとかでね食べてもいいんだけど、飲んだ後の締めでも優しく広がる、そんな一杯なんでね、ぜひ皆さん飲んだ後でもこの一杯食べてみてください。うーん、まっ。そろそろ、これ僕麺ないんですけど、新しいメニューの方には和え玉があるみたいでして、2種類、煮干しと生姜の和え玉ということで、煮干しのね和え玉をいただきたいと思います。じゃあ少し待ってる間にですね、こちらの餃子もいただいちゃいましょうか。餃子シンプルに何もつけずにいただきます。まんま、ありがとうございます。こちら煮干しですね。うわ、今回のね左馬さんのメニューは大盛りが対応していないので、こちらのね和え玉でまだ足りないよって方はぜひ食べてほしいんですけど、これね具材とタレ混ぜ合わせるとこんな感じでございます。まずはちょっと和え玉だけでいただきまして。あ、うまいね。今回つけ麺風じゃなくて、これスープに入れちゃいますか。今回和え玉を入れるとこんな感じでございます。うわ、あー変わる。一気にねこの煮干しと香味油が加わることによって、中華そばにも似たねこの懐かしさも出てくるんで、和え玉おすすめです。そしたら今日はね、あの餃子もせっかく頼んでますんで、個人的には定番のこれ餃子もねスープに浸しまして、うん、うまっ。もちろん今日もね最後の具材はこちらの味玉でいかせていただきます。
これチャーハンのちょっとね醍醐味を、やっぱりねこれチャーハンとラーメンセットで頼むときはこのスープ漬けね、これなのよ。ということで最後ですね、こちら1巡目完食させていただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。塩ラーメンでございます。うわ、うまそう。ということで本日ですね2巡目にいただきます商品が到着いたしました。2巡目がこのラーメンのね塩でございますね。で今回は先ほどの醤油とは違って特製にしてありますので、チャーシューも増されていて、ワンタン、味玉で海苔にメンマですかね、こういったトッピングが増えております。そしたらこちらも早速ですね、いただきます。うわ塩うま、これちょっと本当にね、さっきの醤油と全く別物ですね。今回ね特製にしたので、チャーシューの炙ってる感じのこの香ばしさで、そこに塩の旨味と鶏の風味、芳醇な鶏ハムを食べてるかのような、もうスープがそんな香り、これね、チャーシュー丼ですよ。チャーシュー丼はこんな感じ。チャーシューもね、レアチャーですし、このタレがかかってね、うまそうだね。うまたら、そろそろ間もお願いしてもいいですか。ありがとうございます。いただきます。こちらが生姜の和え玉でございますね。あうま、匂いがうまい。このね立ち上る生姜の香りがたまんないですわ。入れようこれも。スープからね。おお、こうね最初に比べてやっぱり食べ続けるとこの鶏の香りとかね、鼻が慣れてきて感じなくなるんだけど、生姜が入ることによってもう一回復活した。ということで、ただいまですね3巡目のメニュー、つけ麺でございまして、醤油と塩で、こちらの方が特製トッピングになっておりまして、で塩の方が並盛りとなっております。そしたらね早速こちらいただきます。こちらですね、これ昆布水つけ麺となっておりますので、まずは麺だけでいただきたいと思います。十分麺だけでも食えますね。麺は味があります。そしたらこちらですね、つけ汁に浸すいただきまして、はい、おいしい。もちろんね、ラーメンのように鶏と水だけで炊いたスープも美味しいんだけど、やっぱこの昆布水の昆布の出汁加わることでラーメンとは違った良さがあるので、皆さんも食べ比べしてみてね、好みの方注文してください。これ両方ともうまい。
そしたらこの辺り でこちらですね、塩のつけ麺の方もちょっといってみましょう。うまっ。塩になるとスープの素材の味っていうのかな、醤油に比べてねダイレクトに味わえるんで、こっちもまたうまいね。塩がね、もうあっという間になくなっちゃいました。そしたらここでですね、つけ麺だと結構珍しいと思うんですけども、つけ麺も大盛りできないので物足りない方はあえ玉頼んでほしいんですけど、絶対合うと思います。これ生姜ね、うわー、こんな感じでどうでしょう。あー、うめー。あえ玉って思うからちょっとうんって思うだけで、厚盛りのつけ麺とかあるんで全然ありですね。もうあえ玉もすぐなくなっちゃうね。そしたらこんな感じですね。ただいま具材は全て完食しました。こちらのつけ麺なんですけれども、割りスープが昆布水になりますね。この後もありますんで、全部は飲み干さないにしてもどんな感じになるか試してみましょう。昆布水で割ると、もちろんね通常のスープを割ってるので塩分とか抑えられるんですけど、昆布由来のねとろっとした食感が増すので、不思議とその出汁の香りっていうのは割る前よりもちょっと強く感じるかもしれない。じゃあ次もですね、最後4巡目もありますんで、割りスープはこの辺りにして、まずねごちそうさまでしたということで、ちょっとですねこの次の最後に頼んだメニューに関しましては、このノンアル必須のものになりますんで、ちょっと最後はねこちらと一緒にいただかせていただきます。料理がですねまだ到着してないんですけど、泡が生きてるうちにまずいただきますね。ということで、本日ですね4巡目ということで、ラーメンも頼んでるんですけれども、まずこちらですね、出来たてのこのカツカレーを、うまそうでしょう。いただきます。まずちょっとご飯なしでこれだけでいっちゃいましょうか。うん、あーうまい。うわうん、うまい。このね一品物に関しましても、今までのメニューとはちょっとねラインナップが変わるみたいなんですけども、前回のね撮影でも麺類ご飯物何食べても美味しかったんで、ぜひですねラーメンだけではなくて定食だったりとか一品物だったりね、皆様もお試しください。うん、もううまい。うん、今ですね今日最後のメニューが完成したみたいです。中辛の担々麺とライスでございます。ありがとうございます。もう今日の最後これどうです、カレー担々麺ご飯と完璧なセットですね。途中だけどさ、この担々麺いただいちゃいましょうか。あ、やっぱうまいな。今回はですね中辛で注文しましたが、しっかりとピリ辛で絶対ねこちらのご飯に合いますね。うまっ。あー鉄板だ。そしたらただいまですねカツカレーと
担々麺完食しましたので、残った具材とスープでね、これどうです、最後。わー、結局ね、最後はこちらの担々飯で締めたいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、メニューがリニューアルいたします。こちら左馬さんで新ラーメンメニューを4種類プラスでですね、一品ものいただいてまいりました。やっぱりうまいわ。今回のねリニューアルに伴って、もちろんねこれラーメン目玉だと思うんだけれども、とにかくねあるメニューが全部美味しいです。お酒と合わせてもうぜひ食べてみてください。リニューアルに伴ってね、こうラーメンが柱のお店になるとは思うんですけれども、座敷の席もあったりするので、ゆっくりとねお子様を連れてお酒飲んだりとかもできるスペースございますので、皆様もですねこちらの左馬さんでゆっくりと美味しいラーメン、そして料理食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらも概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日ご紹介させていただきました、こちら左馬さんの新商品なんですけれども、4月から販売されているそうなので、すでにもうこうメニュー一新されております。で、以前は結構ね濃厚系のラーメンだったらしいんですけれども、今回は完全に一新しまして、鶏と水だけを使って炊いたスープで、作ったねこういったチンタン系のラーメンとなっております。僕もいただきましたけれども、なかなかですねこう上品でいい仕上がりとなっておりますので、お昼にねラーメンだけ食べるのももちろんいいんですけれども、夜お酒を飲んだ後に締めの一杯としてこの優しいラーメンで締めたら最高だと思いますので、ぜひ皆様もお試しください。そしたら本日の米編コーナー、この辺りで参りたいと思います。まずは1つ目、僕の動画の中では結構ねラーメンとライス一緒に注文することが多いので、それを真似したいんだけれども普段ねお腹いっぱいになってしまうので頼めないという、まあ、コメントなんですけれども、まあ、このねコメントの返信にも皆さんがこういうことできますよっていっぱい書いてくださったので、なんかね嬉しいなと思いましたが、一応僕の方からもですね、基本的には結構ね麺少なめでってお願いすると対応していただけるラーメン屋さんが結構ほとんどかなと思います。ちょっとですねこう麺を仕入れたりとかすると袋詰めになってるので、こう一玉を減らせないよっていうお店も中にはあるんですけれども、基本的には、まあ、最近そういったこうご要望も多いと思うので、この、ね、麺量の調節できるっていうところが多いと思います。でもちろんご飯なんかもね並盛りを買っていただいて料金が減るわけではないんですけれども、少なめでいただけますかってお話ししてもらえれば、おそらく注文が通るかと思いますので、まあ、万が一ね残しちゃうとと、まあ、心配な方とかで、まあ、基本的にそもそもラーメンとライスね一緒に食ったらお腹いっぱいすぎますと、そういう方が普通はほとんどだと思いますので、ぜひですねラーメンライス試したいよって方は少なめで注文していただいて、こう無理してねパンパンに気持ち悪くなるまで詰めて帰るってよりかは、まあ、腹8分目ぐらいでね、お腹いっぱいになって気持ちよく帰っていただければいいなと思います。そしたらこの辺りで本日の2つ目、こちらのコメントですね、激辛の大食いも見たいということでありがとうございます。ただですねちょっと僕もまあもちろん辛いものは好きなんですよ、結構普段から、いわゆる中本さんの北極10倍とか普通に別に撮影だからとかじゃなくて普段行っても10倍を頼んだりするんですけれども、ただねあくまでこう激辛好きなわけではなくて旨辛好きと言いますか、そうちょっとね激辛になってくると個人的にはですよ、まあもちろんそれが美味しいと思って食べられてる方もいるんですけれども、僕自身としてはやっぱりもうその激辛と自分が認定できるものになってしまうとただの我慢になってしまうと言いますか、まあ、基本的にはねこう美味しいをお伝えしたいと思って動画を撮影しておりますので、こうさすがにもう我慢っていうこう部分になってくるとちょっときついかなと、
で、この並盛りね、一杯とかであれば、まあ企画として全然成立するのかなと思うんですよ。まあ味はわかる程度ですしね、一杯の並量であれば。ただそれが大食いとなってしまうと、結局ね、その胃とかに入ってきた時に体がその痛覚が反応するとね、異物と断定してこう押し返そうとするんですよ。でそうするとやっぱりどうしてもこうおえつが出てしまったりとか、そのゲップが出てしまったりとか、その撮影中にね、できれば出てほしくない発作が出てしまいがちになったりとか、これはねもう編集をしようもともこうどうにもならないと言いますか、個人的にはそれをね美味しそうに見てもらうっていうことはちょっと僕の能力では無理かなと思うので、一応ですね、うちのチャンネルでは馬からまでのものだったら大食いしたいなと思います。なのでやっぱり、ね、中本さんのこの北極の10倍とか、ただまあ普段食ってるものでもでっかい量食うとその2倍3倍ぐらいね辛く感じますので、なかなかこの自分の許容量を見極めるのが難しいんですけれども、まあ、そういった馬辛系のね大食いであれば今後していきたいなと思います。はい、ということでこのあたりで本日3つ目の米編。最近ですね、やっぱりこう麺だけに限らずご飯物でもそうなんですけれども、早送りをやめてほしいとか、まあ、いろいろなね、こういったコメントをいただいていて、できる限りこう、食べてるところをね、ゆっくり見たいというご意見をたくさんいただきます。で、そのことに関してはね、本当にありがとうございます。ただ、まあ僕がね、いろいろとこの編集を昔と比べて変えている理由の一つなんですけれども、やっぱりね、昔はテレビではそういうカットしてないものっていうのは見れなかったので、そういったものを個人的にも見たいなと、まあ、見れる媒体がないのでそれを僕でやってしまおうというところから、まあ、無言でねカットなしで大食いをするってところから始めたんですけれども、やっぱりですねこう自分がいろいろと映像とかこう制作にね携わっていく中で、こうなんだろうな、いわゆるテレビ的に言うと編集点のない映像っていうのから、それをね何十分も流すのってちょっとねもう見られなくなってきたんですよ、自分が。そうまあもちろんね、その昔自分がやってたので何を言ってんだって思われるかもしれないんですけど、やっぱりこう日々ね、こう年を重ねて経験を重ねることにこう自分の趣味思考っていうのが変わってくるんですよね。で今で言うとそういったこう脳編集とかこう間延びする映像っていうのかな、でプラスあとカメラも1台だけね定点で置いてずっと流すみたいな映像が個人的にはちょっと長く見続けられないなって思ったんですよ。もちろんそれが、売りで、それが面白いとしてもちろん伸びてる方もいるので、一概にそれがダメってわけじゃなくて僕の思考というか趣味というかっていう話なんですけれども、でそうすると結局それがもし面白いとしても自分がこれ面白くないなって思ってしまったものを皆様に絶対にお届けしたくないんですよ。やっぱ少しでもこういわゆるその編集点喋ったりとかで一杯完食しましたとか、そういったねこの話の転換っていうものをできる限り作ってね、まあ長く見てもらっても最後まで見て飽きないようなね映像に少しでもできればいいなと思って、ちょっとね自分なりに工夫をしながら今の編集に至っておりますので、もうちょっとねこういった編集が逆に好みじゃない方もいらっしゃって、まあそういった方にはね、ご不便おかけするんですけれども、ただ最近ですね、そういう方向けに喋ったところだけを完全にカットした、ほぼ黙食の、サブチャンネルもね、作っておりますので、そちらね、概要欄から飛んでいただいて、そういったこう喋ってない動画なんかも合わせてね、楽しんでいただけると嬉しいなと思います。ということで、すいません。今日は長くなってしまいました。この辺りで米編コーナー終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。